ったんです。ありがとう。こんばんは。過ぎ去りました。どうなんだろう、福岡は今どんな感じなの。脱ぎ散らかしてます。これがブランケット。今日はちょっと煮沸があったんですけど中止になってしまったのでお家にいました。朝？そうなんですね。じゃあまだこれから強くなるってこと？確かにドームのね、そう野球今日も中止だから。 MJ さんラグありがとう。相当西鉄バスも止まってるらしいんですけど、相当中止になった。うわ、本当に今日来てくれようとしてた方本当にすみません。最近会えたかった。また目撃者、来てほしいな。国翔さんありがとう。吹き始めた。花ありがとう。体調大丈夫？やばいってこれ。西鉄バスが止まってるからやばいよ多分。MK さんありがとうね。本当に小田さんの公演が昨日でよかったよ。本当にそう、小田さんはやっぱり持ってますね。 BB さんありがとう。花ありがとう。ひー、今日はお家にいました。ありがとう。葵ちゃんありがとう。普通に泣いた泣いた泣いたよ。いやだ本当に。小田さんがいなくなってから気づく大切さみたいなあるよね。あーやだね、いなくなった。やだわ。ちなみにすいません、ちょっと今日はすっぴんです。すっぴんです。メガネでもかけてすっぴんを紛らわせるかどうか大作戦。すっぴんをどうにかごまかしたいというスピン公園。お家から出てない系だよ。気合で探して受ける。もう来てほしいけど無理はせずで来てほしいけど無理しないで。暑いからね、倒れちゃうよ体調悪かったら。
すっぴんなん？かわいいね。すっぴんだよ。昨日はね、やだ、出場しないでっていう気持ちに何度もなりました。オパウサって言うんだ。ユイナがティフの時なんか渡してきた渡してきたっていうか、なんか貸してくれてた。え、愛知推しで見に行きたいって言ってる。え、愛知推し連れてきて。ぜひとも連れて行ってくれ。台風は大丈夫だと思います。外に出てなくてわからない。そして家が丈夫なのか、なんかヒューとかも音聞こえないのよ、全然。どうなんだろう。立ち見、え、立ち見席椅子に、あ、そうなんだ。こんばんは。チャンスの順番いいよね、歌詞がやっぱ。仕事帰りで見てます。お疲れお疲れ。高級マンションじゃないです、一般マンション。丈夫なんじゃないか、わかんないけど。ハッピーの誕生を祝いしたんですね。ペンライらない。うちわとかそうだね、見えるね。前回ティフの時めっちゃ見えやすかったのは市村っていううちわ、やっぱ見やすい。マート聞こえないかな。なんか冷房ついてるからなんか聞こえない、それで聞こえないっていうのはあるけど。 PK さんありがとう。市村って でっかいやつを持ってて、そとか見えやすい。あと愛知、でかめの愛知とか、愛知とかでかいやつはね。でもまあ邪魔だ。そうだね、もうあれか、迷惑になっちゃう場合もあるのか、でかすぎて。でかすぎると大変やな。トゥルルトゥトゥ、存在感だけ伝うか。いけるんじゃないか、目力で勝負する。武器はなしで戦うってか。明日はどうなんだ。明日の野球はやるのかな。やると思う。今日は中止になっちゃったけど。100% やからすごい強すぎる。うちはでかすぎな人いるよね。
明日お天気心配。今日はもうめっちゃ寝たな。めっちゃ寝たっていうか結構遅くまで寝てたわ。もともと車幅があってもゆっくりではあったんですよね。でも今日はだからちょっとまだ寝ないで探してな練習をしよう。夜更かし。交通機関が動いてれば、ああそうなんだ。3番目最後から3番分かったよ。3話まで見てくれました。素晴らしい。見たいよ。あーでも、あーでもねーいやー、みんな女って怖いですな。女って怖いの。もう、うん、もうほんと嫌いとか言ってんのに表でケイチさんに会ったら変わっちゃう。 MKさんありがとう。おいちゃんありがとう。誰推し、誰だろう。もう中国人の方も癖強くても面白い。面白いな。あと MK さんありがとう。一足先お疲れ、お疲れ様。誰が、誰だろう。誰だろうな。すごいわ。さすが若い証拠だ。ハナありがとう。私一応強すぎて、ああ嬉しい。嬉しすぎる。いいよね。でもなんかでもな、ミステリアスだし結構自信持ちすぎてるとこある。1498ありがとう。母ちゃんもありがとう。なんか結構自信あるくない、あの人。もうちょっと謙虚だったら押したかもな。絶対にローズもらえると思います。120% みたいなの言ってた時あったから、結構そういう感じみたいな。もうちょっと謙虚な、いやもらえ私なんてみたいな人だと思ってたから。こんばんは。さんとラストの会話ね、いやありがとうございましたみたいな。でなんかお友達じゃな、最後は、ご飯、あ、じゃあなんかひじりと小田さんと愛理で3人でハウステンボス行こうっていう約束をねずっとしてたから、それはもう行こうみたいな話をしてて、行こうねみたいな。落ち着いたらご飯も行きましょうみたいに言って、して行こうねみたいな。でなんかあったって、なんか悩んだ時とかは LINE してもいいですかみたいな言ったら、もういいよ全然してきてみたいな、いつでも。
あなたいつでも悩んでるでしょみたいな言われて、でなんかうるっとしてしまいましたね、その言葉に。なんか小田さんの優しさが詰まった、なんか気持ちになって、お疲れ様でしたって感じになって、石川県から参戦していたものです、ありがとうございます。わざわざ遠いところで、公園の前にもね話したんだけど、公園の前とかは前とかは山田さんみたいな、友達になりたいですみたいな、失業したって友達になりたいですみたいな、もう友達だと思って接してたよ小田はみたいにして、私も確かにちょっと小田さんにはなんて言うんだろう、でもやっぱ先輩っていうのはあったけど、でもそういう風に接してくれてるっていうのは、そう私も分かってたし、私も小田さんにはすごい心を開かせていただいてて、友達のようななんかタメ語でタメ語混じりな感じで話してたんで、いつもそう、この日の夜博多駅元に立って夜行バス、あ夜行バス、で翌日甲子園の、うわ最高だね、う行動力ありすぎて大拍手、空気感いいつもに、顔もねめっちゃ可愛いんですよ、知ってると思うけど、みんな綺麗とかえ、あ綺麗と可愛いを兼ね備えてて、あの顔をビジュアル素晴らしいんですよね。豚丸さんありがとう、オーラの色ね見てもらったことあると思う、何色やっけな、あった、うん化粧水つけずにふと寝てちゃった、あ今動いたら乾燥せずに済むよ、歌丸さんありがとう、そうそうコラボしてくれたりもそうね、あなたはいつでも悩んでるでしょうか、脳内再生やりたいんだけど、あでもあの時もう昨日ないもう泣けぐっとこらえたもん、泣くのをぐっともう緩んでたけど、お別れの会話だったんでちょっとグッとこらえました、おだち尊いのね、おだち出会えてよかったです、おださん HKT に必要な存在でした、ずっと、いずれかはでもみんな卒業していっちゃうから乗り越えなければいけないっては分かってんだけどね、エクさんありがとう、ね、抜け殻だよね、ファンの方はちょっとすぐには、すぐにはね立ち直れない方もいるとは思うんだけどね、
第一に卒業して泣く。本当に本当会えるといいね。でも小田さんとファンの方も、小田さんがどういう、でも個展とか開いたら会えるんじゃないかな。小田さんがもし、お疲れ様、よかったよ、ありがとう。皆さんどうでしたかね。小田さんのそのファンの方が多分用意してくださった横断幕もね、なんか素敵で泣けましたね。あれ見てるだけでは泣けたの。小田さんみたいな子供がいいな。なんか、いや、あんないい子は生まれないね、普通に。あんないい子は生まれ孫にしたい感じだな。ツッキーさん、葵ちゃん、ありがとう。一切泣かなかった。なんで我慢した。葵ちゃん、ありがとう。転生、確かに、なんかもう何度、確かに何度目なの。いい、ね、曲だね。昨日小田ちゃん、ちつこお疲れ様でした。お疲れ様でした。涙でお話したくないって二人で話すの彼女のような。おばちゃん悪くいう人見たことないもんな、うん、本当にそう、暴れてる。落ち着いて、はなち。おばさんはね、おばさんはそんなこと嫌いな人なんていないです。そういう人だよ。なりたくてもなれません。あ、コンサートの
秋のコンサートもちょっとあれか、情報解禁されたのか。メコないと思ってるよ私。ゼップって取れなそうじゃない？エチもいい人です。いや、あんなに心は綺麗じゃないとは思うけど、何が発表されたのか。4コンサート2回席とか亀子などあるか。最後はさすがにあるよね、卒業コンサートは。確かにあるかね。2回かな。全員参加じゃないんです。そう、フェスみたいな雰囲気。ね、スイカーボックスに記入してね。そうなんだ、スイカーボックス。ボックスあるなぁ。あ、日向さんの卒業の時入れたかも。ちょうどロビーに行った時。ズッキーさんありがとう。2階です。あ、そうなんだ、 AKB2 階でやってたなんて。亀子ワンチャンあるんでは。ここで、いい歌。ゼップ、あ、2つ違うんだね、ゼップ。したことないかも。福岡を詰めたことある。命の海で命の月にどっちを打つか分からない。嫌になったでしょ。そうでしょ。
そうなの。ナッピの必要意識し始めちゃう。うーん。はあ。でも先輩方は出演して寂しいけど、でも寂しいで終わらせずに頑張らなきゃねとは思ってますけど、これからは自分たちがもっと頑張んないとっていうね。でも小田さんにも愛知はそのいろんなね経験をしてきてるからこそ後輩に寄り添って素敵な後輩に寄り添える素敵な先輩になっていく未来が見えるよっていうお言葉ももらったので、本当に確かにまあいろいろね辛いことも嬉しいこともいろいろ経験してるしてきてはいるから、そうね、寄り添って、ね、メンバー寄り添っていけたらいいんだけど、先輩がどんどんいなくなって、そういう先輩に私もたくさん優しくしてもらって頑張れたこともあったし、で先輩は偉大なんですよね、やっぱ先輩偉大なの。だからそういう先輩に私はこれからなっていく。ありがとう。自分でしたすごい愛知でさいた本人いたよ、なんかの巡り合わせです、あれも絶対にまた来ていただけたら嬉しいです。次は私のところにしっかりと間違いではなく来てくれたら嬉しいな。卒業するときにね、先輩とか後輩に悲しんでもらえる、ね、人でいたいね。ナッピーの卒業で愛知で切るのかな小田さんの切られたのが可愛すぎて、あれもう胸が痛くなるっていうのはこういうことかって体感しました。もう本当にちゃん、あ、なんだっけ、あ、あきちゃんと、あきちゃんと最後に思い出作りに来たよ。天使、ね、な、妖精みたいな妖精みたいな感じで小田さん、小田さんボイスがもう脳内に響き渡って、私を切って、はぁ、あ、かわいい、もう無理
かわいすぎる。手あげるか迷った。あげてよあげてくださいよ、ちょっとあげてくださいよ、おもろすぎる、うん、あげてたらちょっとあげ、それはそれでちょっとあれか、勇気がいるね。そう、自分のこと一番大事にしてくよ、ありがとう。でも私結構自分にも人にも厳しいタイプらしいんだよね性格上 MBえ、なんだっけ、 MBTI みたいなやつらしいよ。葵ちゃんありがとう。確かに自分にも厳しいし他人にも厳しい、それはね思う。私なんか弟とかになんか勉強を教えてあげた時とかもなんか、え、なんでそう、そのなんでそれわかんないのって問い詰めてたもんいや、え、なんこれぐらいできるよねみたいな、なんでこれぐらいこれぐらいできるでしょみたいな。で家庭教師って方はあんま向いてない、わかんない、家族だからそういう対応対応してたのかもしれないけど、私は自分にも他人、自分に厳しく人に優しく、どうなんでしょう。自分に自分に厳しいっていうのはでもあるかも、うん、あんまりずっとなんか今ずっとねなんか満足できないタイプだね多分。もうねえねえ聞かないって書いたことある自分に優しく言ったら人間的とお姉ちゃんありがとう。そう、自分に優しく、まあ人に優しくはできたとしても自分に優しくはできない気がする本当に、わかんない。でも別にそんなストイック、ずっとストイックなわけじゃないんだけどね。だって余裕で一日オフの時ね、ずっとなんかやっぱなんかやる気が起きなくて寝てる時もあるし、なんかギリギリになって覚えたり、そこはなんか自分に厳しくないよねって、うん、まあそんなだからね、ずっとねなんかストイックにはできないけども、うん、そうね、ストイックにはできてないとは思うんだけどね。でもまあそういう時がないと人間壊れちゃうかなとは思うから、まあね、程よくしていかなくちゃなとは思うんだけど、ありがとう。リタイアすれば毎日日曜日、ニートニートってことねニートの方ってやっぱ毎日が日曜日だっけ。
努力やすいね。愛ちゃん自分に厳しいのは私がめっちゃそう、まあみんなが甘やかしてくれたらいい話や。そうそういうことにしときます。そうしてください。普段はそんなもん。そうだよね。ズッキーさんありがとう。可愛かった。本当本当に本当に追求中止過ぎて損するタイプって言われてる。優しい人が損するのはね、おかしいな話ですよ。大ちゃんありがとう。フルマラソンはなかなかできることじゃない。確かに確かにね。それは頑張った。全行程の甘やかし素敵な特技。10日あるからいいな。お盆休みいいな。ない。えらいぞえらいぞ効果が薄まっていっていくのでは。葵ちゃんありがとう。甘やかそうと思ったらな、具体的に何それ、なんだろうね。まあ、お小遣いあげる、お小遣いくれるとかかな。これ始めたら止まらない。わかる。愛でも白髪が増える。そうですよね。でも年齢で白髪って増えるよね。でもいずれどっちにしろ入門も手伝ってください。お盆はねないね。私はお盆休みのぜ大ちゃんありがとう。ゆくさんありがとう。最近 NHKT の公演見て目に留まったの来ていました。ありがとう。嬉しい嬉しいです。本当ですか。大ちゃんありがとう。大歓迎だよ。IT コールスにちょっと決まる。そうだよ。それはそう、それはそうだよ。なんだっけ。あ、何を具体的に何をすればいいか。うん、甘やかす。なんだろうね。具体的に。具体的にってむずいね。マイナスなことは言わないかな。まあファンの方で言うこといないけどね。大ちゃんありがとう。毎日よしよしするで。毎日会いに来てくれませんか。え会いに行けるアイドルじゃなく会いに行けるオタク。新しいね。可愛いと思った時可愛いって言うようにしています。あー、いい、それいいですね。あまいちゃんありがとう。会いに来させるオタク新しい。大ちゃんありがとう。学に調査もありがとう。リハ頑張ります。うん、
大ちゃん、おーちゃん、ありがとう。明日はどうなんだろう。台風大丈夫なのかな。夜とかは、夜っていうか朝までがちょっとピンチなんじゃないのかなって。福岡雨すごいです。多分外出てないから分かんないんだけど、多分すごいかも。語彙力に集中って書いて、社会式しか言えない。オッケー。そういうことをさ、してくれる、そういうことをなんか、男性のファンの方はそういうのは多分少ない。女の子とか特に結構ね、発信してくれる子が多いけど、そういう子も私。結構レアだから、本当にそういうの嬉しい。めっちゃめっちゃありがとう。99個、え、そうなの、午前中までか。そっか、サマステはどうなんだ。729個、今日も新しいハッシュタグを見たけど、最強勝ち、最強勝ち。大ちゃん、ありがとう。発信はしてるつもりだがまあ見てますよ、私も SNS をね。曇りだし、台風大丈夫なんだ。それだけは心配だったので安心です。現在は大丈夫ね。プレゼント送りたいけど何がいいかな。何がいいかな。なんかね、何がいいんでしょう。欲しいものあるのに忘れちゃうんだけど。欲しいものがあるのに忘れてまう。大ちゃん、ありがとう。トゥルトゥ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 。
普段はあんま着ないな。そこまで着ない。部屋着とかだったらまあキャラも着るけどね。なんだろう、なんかないものあるかな家に。あ、でもサングラスとかは、まあ、1個しか持ってないんだけど、まあ、さえちゃんとお揃いので買ったんだけど1個しか持ってないので、なんか他にも欲しいなとはちょっと思ってはいるのだけどね。キッチンペーパーは確かにないね、あんまり。大ちゃんありがとう。あとお皿、あもうお皿とかもあんまないな。チーカーティー、いや欲しい、チーカーティーは欲しいね。ハンター味ね、それなんそれ。ハンターミ、ハンター、税別でもいいんだよね確か。トースターとかも、そうなの。生活用品ね、ありがたいけど。確かにレンズの色とか、そうそう、洋服に合わせれる。今持ってるのは結構無難に色を合わせれるからお気に入りなんですけども、サングラスはまあ1個しか持ってないかな。チーカーティー欲しい、うん、すぐ送る、すぐ送ります、うん、欲しい。チーカー靴下とか、ファンの人にチーカーのグッズもらったことあるけど、チーカー靴下とか結構履いてるもん、いつも。大ちゃん、あーすごいいっぱい、ありがとう。ベルギーからお土産、あとでもレッスン着っていうか、ちょっとジャージみたいなやつとかも、ジャージはまああれか、うん、ジャージっていうかセットアップ的な、過去にもらって嬉しかったやつとかは、なんだろう、でもセットアップってなると上下で超えちゃったりするから、片方ずつ送ってきたりするんだけど、レッスンっていうかレッスン着みたいなやつとかも嬉しい。ケイボーさんありがとう。ワンピースとかも嬉しい。お洋服、ワンピース。検証生活的なかな。大ちゃんありがとう。渋谷さんありがとう。何が欲しいって言われるとマジで分からんな。あれが欲しいです、ピクミン、ピクミンのカセットください。じゃあいろいろ言ってきたけど、ピクミンしてみたいんだよね。ピクミンの、まあ、ちょっと忙しい、夏忙しいから落ち着いたらやるけど、やることになるけど、ピクミンは気になってますね。
のお洋服、お洋服を送るの好きなブランドある。そっか、確かにそうね。なんか何て言うんだろう、ちょっと女の子らしいお洋服だったね。綺麗な、アイリはね、メリージェニーが好きなんだ。本当は、本当はとか言う。メリージェニーと、でもストリート系も好きなの。その X ガールとかさ、そういうなんか、なんかストリート系のあれも好きなんだけど、メンズライクな感じのコーデも好きだよ。オーバー T シャツとかね、好きですけど。メリージェニーが好き。あとはメリージェニーとホワイニーっていうところのブランド、インスタとかでねあるんだけど、ホワイニーっていうところのブランドは結構かわいい。なんかジャージとかかわいいのが売ってる。メリージェニー好きなの。そうなのよ。ランキング読むね。サイズはね、まあ、M とかかな。安心安全の M。 13位ヤクさん、12位 PKS さん、11位ひろゆきさん、10位ズッキーさん、9位 MK さん、8位ターさん、7位タモちゃん、6位ブタバラさん、5位 MJ さん、4位タータンさん、3位クニショウさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃん。ありがとう。そう、最近もらったやつとかで、ね、結構使ってるものはサンダルで、あのプーマのなんかサンダルもらったんだけど、めちゃくちゃ歩きやすくてすごい毎日履いてます。厚底のかわいいね。プーマとかやっぱかわいいよね、サンダル系。夏はサンダルしか勝たん、靴履けない、暑くて。ありがとうございました皆さん。ゆきおさん、もうこんな時間だ。バイバイ、おやすみなさい。